ダーラージ、ミュンスターレンダーは、ドイツのミュンスター原産のポインター犬種の一つである。別名は、クローサーミュンスターレンダー。18世紀終盤から19世紀初めにかけ、ドイツでは、ポインター犬種を統一するための活動が活発に、行われていた。その活動によって誕生した犬種の一つが、ジャーマン、ロングヘアードポインターであった。 それが作出される都市の保存を目的とした厳しいスタンダードが設定され、愛好家やブリーダーに、ジャーマンロングヘアードポインターの毛色は、レバー単色か、レバーホワイトに限るというオフレが出された。しかし、ミュンスター市のジャーマンロングヘアードポインターのブリーダーは、このオフレを完全に無視し、毛色や容紙よりも、能力を重視したブリーディングを継続した。また、 能力がある個体は最低限のスタンダードが守られているのであれば、犬種として使い続けた。さらによく生まれるが通常であれば、スタンダード外であるとして処分しなければいけない、ホワイトブラックの子犬も分け隔てなく、ブリーディングに使った。これらのことにより、スタンダードを無視したとして、ミュンスター氏のブリーダーは1919 19年にジャーマン。 ロングヘアードポインターの犬種クラブを感動されることとなったが、これを機に同年別の犬種として独立した。現在の犬種名もこの年に正式に定められた。はじめのうちはホワイトブラックの犬とレバーホワイトの犬の両方が繁殖されていたが、後にホワイトブラックの犬だけがラージミューンスターレンダーとして登録されるようになり、 レバーホワイトの犬を繁殖するのをやめてしまった。しかし、それ以後に生まれたレバーホワイトの犬は、さらなる改良が加えられることとなり、スモールミュンスターレンダーという別の犬種として生まれ変わり、独立した。主に、ポインターとして使われていた。嗅覚で獲物を創作し、発見すると、ポインティングを行って主人に鳥のありかを教える。それをもとに、 猟銃で撃ち落とされた鳥を回収するのも本種の仕事である。1987年7月6日にフシーに公認登録され、以後はヨーロッパで人気の犬種となった。現在は事業犬としてよりも美しい容姿から消毒として、そして優しい性格からペットとして飼育されることが多くなっている。日本でも密かな人気があり、 数年に一度国内登録が行われることがある。柔らかいロングコートを持つ、エレガントなポインター犬種である。すらりと長い足を持ち、細身で均等の取れたボディを持つ。外見通り足取りが軽やかな歩き方をし、俊速で走ることもできる。コートは柔らかいロングコートで、毛色はホワイトブラック。耳は垂れ耳、尾はふさふさした垂れ尾で、耳と尾には、 飾り毛がある。顔つきは優しく、マズルはやや長めである。体高58から62センチメートル、体重25から29キログラムの大型犬で、性格は主人家族に忠実で従順、優しく人を喜ばせることが大好きだが、やや神経質な一面もある。しつけの飲み込みは普通だが、状況判断力は優れている。 家族以外の人や犬に対しても、有効的でペットとして飼育するのにもよく向いている。ただし、運動量は多めである。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全などがある。ありがとうございます。